先月の2023年10月中旬、日本の防衛装備庁は開発中の兵器であるレールガンを艦艇に搭載し、世界で初の試みとなる洋上での同兵器の発射テストを実施したことを、公式の SNS 上にも画像として公開していたよ。このレールガンの発射テストの実施にあたって防衛装備庁は、その実施場所海域や、同兵器を搭載した具体的な海上自衛隊の艦艇の名称は伏せた状況であったが、大方の予想通り試験艦のアスカであることが判明したぜ。今回はそんな世界初の洋上からのレールガンの発射テストに成功した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊の試験艦であるアスカは現状では同隊が唯一保有運用している。その名の通りの各種の新型の艦艇用の装備品のテストを担う専用の艦艇であり、このことからレールガンのテストでも使用されたものと予想されていたんだ。くしくもその予想を防衛装備庁自身が認める見解を示したことで、多くの関係者の想定通りであった事実が確認された形となったわけだけど、個人的にはかなり容易に想像がつく本件の実施艦艇名を当初は伏せた理由の方が、不可思議に感じられたよ。そこには防衛上の機密を保持するという政治的な課題が横たわっていたのかもしれないが、いずれ公表するつもりであったことを考慮しても、わずか半月ほどであっさりと試験艦アスカであることを認めた真意は正直よくわからないよな。ただし防衛装備庁は、今回の試験艦アスカが発射テストを実施したとされるレールガンそのものについては、これまで地上において発射テストを行ってきたものと同一であるとは認めておらず、こちらは伏せたままの状態だぜ。これまで防衛装備庁が陸上にて発射テストを実施してきたレールガンは、口径にして 40mm の規格のものから、重量 300g の弾丸を 20MJ の運動エネルギーを発生させて発射する単発式の仕様となっていたね。今回の試験艦アスカに搭載されたレールガンは、この従来までの 40mm 口径のものではなく、艦艇搭載用にさらに小口径に変更したものではないかとの予想がなされて入るけど、こちらは現時点では明かされていないみたい。そうした情報の取得の意図を防衛装備庁側では、テスト発射に使用したレールガンの使用を明かすことは、その射程距離や破壊力を仮想敵国に悟られないようにすることを目的にしている、と表現するに留めているんだ。そのため具体的な今回のレールガンの使用はまだ詳細は不明という状況が続いているが、2024年度の防衛予算の概算要求でも238億円の開発費が計上されており、実用化に向けた開発を継続する姿勢を崩してはいないぜ。さて今回のレールガンの洋上での発射テストの舞台となった試験艦アスカなんだけど、決して新しい艦艇ではなく、1933年4月に起工、翌1994年6月に浸水、さらにその翌年の1995年3月に就役と艦齢はすでに29年目に到達しているよ。海上自衛隊の試験艦アスカは同型艦は建造されていないただ一隻の艦艇だけど、基準排水量は4250トン、満載排水量は6200トン、全長は 151.0 メートル。全幅は 17.3 メートルの艦隊を持ち、ガスタービン機関2機と発電機1機を備える COGLAG 方式を採用していたんだ。この試験艦アスカに搭載された COGLAG 方式の機関部は、最大で4万3000馬力を発射させ、これによって最大速力も27ノット以上を発揮する仕様となっており、試験艦という特性を考慮した場合、かなり強力な仕様だと感じられるね。この機関構成自体も試験艦アスカではテストのために海上自衛隊の艦艇としては初めて採用された形式であったが、機関部のテストを終えた後は発電機は他の艦に転用されており、稼働に大電力が必要なレールガンのためには対策が施されたのだろう。試験艦アスカでも艦尾には多くの護衛艦と同様に回転翼機用の飛行甲板が装備されており、SH-60J などの回転翼機を運用することが可能であり、それらを収容することのできる格納庫も常設されているらしい。1995年3月に就役を開始した時点での試験艦アスカは、
当時の海上自衛隊内に置かれていた開発指導隊群の艦艇として横須賀を母港として配備されたが、今年の2023年4月には同群が廃止され、新設された技術評価開発隊へと所属が変更されているぜ。試験艦飛鳥は、ほぼ同時期となる1996年から2002年にかけて全9隻が建造された汎用護衛艦である村雨型と似た規模であり、村雨型は基準排水量が4550トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.4 メートルとなっているな。ただし村雨型は異なる2種類のガスタービン機関を各2機ずつ備える COGAG 方式を採用しており、これによって最大で6万馬力を発射せ、最大速力も30ノット以上を発揮する仕様で、実戦に向けた強力なスペックを実現させているよ。さて試験艦飛鳥に話を戻せば、試験艦の名に恥じぬ各種装備のテストを収益時から数多くこなしており、前述した COGLAG 方式の機関部をはじめ、OQQ21 ソーナー、射撃管制式システムの FCS3 等を直後から実施しているね。その後も試験艦朝日では海上自衛隊の C4I システムであるNOAI90 や、各種の護衛艦が搭載するマーク 41VLS から運用可能な新型の7式垂直発射魚雷投射ロケット、水上戦闘艦用の単魚雷1蓋式魚雷等の対潜兵装のテストに従事したんだ。また近年では陸上自衛隊が装備する1蓋式地対艦誘導弾等の艦艇搭載型となった17式艦対艦誘導弾のテストも実施しており、著しく長射程化が進んでいる同分野の兵装開発においても、大きな貢献を果たしているぜ。こうした各種の海上自衛隊の艦艇用の各種の装備のテストを実施してきた試験艦朝日の経歴を振り返れば、冒頭でも述べた通り今回のレールガンにおいても真っ先にテストに使用されるであろうことは多くの関係者に予期されていたと思われるな。防衛装備庁では今回のレールガンの洋上発射テストの目的を、敵の航空目標及び海上目標から海上自衛隊の艦艇に対する攻撃から防御するための一手段として、実用化を急ぐ観点から行ったものであるとコメントしているよ。レールガンはご存知の通り従来の艦載砲の火砲と異なり、弾頭弾丸を削薬の力ではなく、電力とローレンツ力を使用し磁場を発生させることで発射する兵器であり、原理的にはかなりの高初速でその発射が可能となるんだ。こうした新機軸の兵器開発においては、当然のことではあるが世界最強の軍事予算とそれに裏付けられたアメリカ軍が先行しており、同国の航空母艦の新装備である電磁式カタパルトの開発に従事しているゼネラルアトミック社や、イギリスの BAE システムズ社が取り組んできたよ。この取り組みの結果、2010年にはアメリカ海軍は BAE システムズ社を中心としたレールガンの試作機によって、10.4kg の砲弾弾丸を 33MJ の運動エネルギーで発射することに成功しているぜ。このテスト結果を踏まえた上でアメリカ海軍は2020年の実用化を目指し、最大射程距離でおよそ 160km を目標に毎分10発の発射を可能とするレールガンを開発することを決め、その計画を進めていたな。しかしこのレールガンの使用を実現するにあたっては、少なくとも 25MJ の電力が必要となり、現状アメリカ海軍が保有する水上戦闘艦の中でそのスペックを持つ艦艇は、建造費の高騰でわずか3隻の建造に止まったズムボルト級しか存在しなかったんだよね。当時もそして2023年現在もアメリカ海軍の主力を占めるイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、電力の予備はおよそ 9MJ ほどしかなく、仮にレールガンを搭載するとなれば大幅な電力供給力の拡張を行う必要が生じるんだ。この電力供給量を既存のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦で実現しようとした場合、現状の装備を一部撤去して新たな電力供給元を搭載する必要があったが、それに加え弾頭弾丸を誘導する仕組みも組み込むことが求められたぜ。これらの課題が山積する中で、およそ 1000km 以上の長射程を備え、かつ極超音速で飛翔する新型ミサイルの開発が進み、わずか 160km ほどの射程距離しか持たないレールガンの必要性は薄れてしまったってわけだ。
アメリカ軍としては既存の艦艇の主力兵装であるマーク 41VLS から運用可能な長射程の高速ミサイルを実用化した方が、圧倒的に汎用性と設備の改修の手間が少ないという結論に至り、レールガン開発は中止された形となっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。